吉野さんがコーナー説明の際に2秒で却下したリスナーから募集したセリフをキャラで言うというのを罰ゲームにしたらダメなんですかね。最後くらいはお三方の甘いセリフも聞いてみたいと思うのですが。そういう作品じゃないですからね。うん、いらないと思うよ。まあね、どうでしょうね。ちょっと。ということらしいんですけど。ちょっとな、アルカナファミリアってそういう作品じゃないですもんね。公式がそんな。パロール出したらちょっと終わりよだいぶっていうかね、俺ここでねそれやっちゃうとね、キャラクターとして普段がそういうタイプだから、うん、やってないですよ、意味がなくなっちゃうんだよね。だからやりたくないんだよね。いつも通りになっちゃう、すごい真っ当な意見、いつもやってることになる。そうそう、だただの乱発で、もともとキャラが乱発してるのに、そうですね、ここでそれやると、うん、ちょっとなんかすごく損した気分っていうか、供給過多になってしまうそうなのよね。確かにね、僕もそうですからね、うん、もうずっとフェリチータに対してね、お嬢様に対してもう囁き続けるんですよ、野戸さんだと思って、うん、ね時々なんか危機迫るものを感じるんだけど、すごいな、あ、僕の芝居に、そう芝居じゃない部分に、そう危機迫るものを感じる、真の部分だね、そう、やばいわ、やばいね、野戸さん目閉じてたよ、うん、聞かないようにしてるね、見ざる言わざる聞かざるみたいな、全てをオフにしてるじゃないか、スイッチ切って聞いてないかと考えるのやめとくが内側にプーって向いて、嘘、そんな動きできない、閉じてたもんな、そう、今度じっくり見てる、なるほど、分かりました。じゃあ今回の感想はそんなところから、うん、そんなところから違うのかな、いや、ね、うん、罰ゲームってほら前回考えろって言われたから、あ、そうだ、すいや、そうだね、そう、その話をすればいいんだろう、宿題するって言ったんだっけ、うん、あの時は、うん、であの後考えたのが、うん、あのダンテと同じ髪型にする、うん、おーい、うん、それか世の中のために役に立つ、うん、でまずダンテみたいな頭はあのすっごい事務所に反対されて、あ、そうなんだ、反対するんだ、うん、そう、ダメだって、なんで今後のためにちょっとみたいな、なんかあの俺の友達の刑事田君と見た目がわからなくなるから、うん、大丈夫だろやめろって言われて、で世の中のために役に立つ、うん、これ献血で血を抜こうと思って、ああいいじゃない、そうそうそう、いいんじゃないですか、そしたらあの献血また断られて、え、そうなの、杉田は来るなみたいな、その健康診断みたいな段階で、いやこれはダメですね、今のあなたの状態だとちょっとっむしろいただくわけにはいきませんよと、あなたの血なんかみたいなこと、マジかよ、そういうことじゃ、俺の呪われし血では、ああ中二だね、お前の血を残すわけにはいかないって人の役には立てねえってかって、おーって言ってたのが、そういうの、悪魔、魔王の血がみたいなで、連続闇払いでね、こうボッ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 って、ね、罰を与えられてるよ、ああそういうわけで、痛い痛い、どうなった今、低周波治療器が入ったまま収録するっていうのを番組開始からやってたんです、うんうん、パワーを上げるのは作家さん、うんね、お前がそのなんたらマスの話するとギュン上がるんだ、そうそうそう、ギュン上がるんだこれ、うん、さっきギュン上がってたもん、そう、すごいよ、だって9とか8とかになると体がこうやって跳ねてたでしょ、これ嘘じゃないから、ね、楽しそうにしてたね、嘘じゃねえんだから、息多めになってたやつな、そうそうそう、なんか一人アトラクションみたいなやつ、うん、こうなって、そうそうそう、それは何、その効果だったってこと、そういうこと、ちょっと回してみてください、10にして、うん、コード10まで、うわー、痛い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 、痛いんだ、痛い歯入ってる、今日はあの下ネタをさ、うん、でもね、なんかさっきのやつ、うん、そうそう、ひどかったっていう、多かったっていう話、言ってないですからね、言ってないよ、ね、最後に言いますけど、それキッタマンつけに上がったあー、それはね、推奨されないやり方だからね、これはパソニックさんが怒っちゃう、パソニックさん、あが、まあ、まさかそこにつけるつもりでは作ってないでしょうからね、あのお前がパソニックって言わなかったら多分大丈夫だようちのかな、いや違うはずだなってみんなが思ってる、各社が、そうそっか、パソニックさんが、うん、頭につけるのはちょっとって、そうそう、メーカーさんが書いてるかな、説明バカ野郎だからあげ正しく使ってくださいって書いてあると、ああそうかそうか、おそらくね、そうか、本当に今本当さっき90っていうのは初めて来たんですけども、喋、うん、れなくなるぐらいなんかこうすごい信号が来て、おお、引き締まりますか、引き締まるどころじゃなかったか、筋トレをか、これ体が破壊されるかと思う、そっちだ、行き過ぎだ、今日健康になっちゃうね、あら、だってしっかりやったよ、だって絶対に今使用用途のその制限時間超えて使ってますからね、あ、時間も関係あるの、こういうのってあんまりやりすぎ、時間あると思う、同じところにやりすぎちゃダメだよみたいなことあると思いますよ、あ、うん、どうだよ、じゃあもうそろそろ終わってやるよお前のために、すまない、はい、番組ではですね、皆さんからのメールを募集しております。あなたの尽くしっぷりを自慢するルカには負けない、あ、こんなコーナーあったんだ、すごい愛のアプローチを紹介するデビとその愛、はい、そしてパーチをうならせる美味しいレシピパーチェのキッチン、ほう、そして今回から突然始まった悩み相談フェリチータボックス、もちろんアニメやゲームの感想、普通オタもお待ちしております。